よし、いい子だな。一番。おう。なんか眠くなってきた。準備はできてるぜ。何でもできそう。よし、アップ完了っと。動画すごくよくできたよ。一番って結構役者なんだね。もしかしてこういうの慣れてるの？言ってなかったと思うけど、俺はこう見えて選挙に出馬したこともあるんだ。選挙って何の？モノホンの選挙だよ。生徒会の立候補とかじゃなくて？当選してたら政治家になってたんだぜ。マジか？なんかお前って結構いろいろやってきてるよな。あ、嘘。ちょっと、もう DM 来た。誰からだろう？これ。え、もしかして早速あかねさんから？違う、エイジって人。これからどこかで会えませんか？だって。エイジ？もしかしてエイちゃんか？そっか、エイちゃんが俺に気づいてくれたのか。富澤、覚えてんだろ、おめえが強盗した時に俺を助けてくれた兄ちゃん。あん時の。そりゃ覚えてるけど。じゃあどうする？そのエイちゃんと会うの？いいっすかね、キリュウさん。ハワイに来てすぐ俺のことを助けてくれたダチで、多分俺を心配してくれてんだと思います。ああ、他に急ぐ用事もね。いいんじゃねえか。ありがとうございます。よし、じゃあどっかで待ち合わせて合流するか。わかった、どこがいいか聞いてみるね。アナコンダショッピングセンターのあたりで待ち合わせるのはどうかって。ああ、問題ねえ。アカネさんともこれくらい簡単に連絡取れたらいいんだけどね。Japanese and Chinese.
気分が乗ってきたぜ。へえ。やべ、バッテリーがピンチだ。春日さん。よう、エイちゃん。よく声かけてくれたな。また会えてよかったぜ。あの、春日さん、その人、この前の強盗じゃ。いろいろあってよ。こいつはトミーだ。こっちの二人とは初めてだよな。どうも。いろいろって何があったら強盗と仲良くなっちゃうんですか。まあ、とりあえず落ち着ける場所に移ろうぜ。なるほど。春日さんのお母さんにはまだ会えてなくて、ギャングに追われてると。母ちゃんって呼ぶべきなのかはまだ整理ついてねえけどな。茜さんを狙っているのはバラクーダと、あのヤマイってヤクザ。おまけに日本の大道寺一派ってのも茜さんに用があるらしいでしょ。大道寺一派、前は日本の黒幕と言われていた連中だ。俺はそいつらの指令で茜さんを探しに来てる。なるほど。ああ、まだ紹介してなかったな。こちらは桐生一馬さん。日本で世話になってる人なんで。どうも、三田村と言います。で、こっちはちいちゃん。富士宮千歳です。よろしく。千歳さんですか。こちらこそよろしくお願いします。の？いや、なんかちょっとお会いしないうちに大所帯になったんですね。
ハワイで会う人たちに恵まれたのは確かだな。もちろんエイちゃんもその一人だ。俺だけじゃ今頃どうなってたかわからねえ。私をそんな風に言ってくれるのは春日さんだけです。嬉しいですよ、お世辞でも。お世辞なんて言わねえよ俺は。じゃあよかったら私にも何か手伝わせてもらえますか。え、もうここまで立ち入っちゃったんです。ネット周りならそこそこお役に立てるんじゃないかなって。そりゃありがたいけどよ、エイちゃんだって何か用があってハワイに来てんだろ。そっか、言ってませんでしたっけ。ん、実は日本で職に敗れてこっちへ帰ってきただけなんです。ただ実家に帰るにも気まずくて。だから春日さんがもし迷惑じゃなかったら。いや迷惑じゃねえよ、ただたまに厄介事があるもんでさ。例えばほらギャングと勝ち合うとか。春日。はい。どうやらその厄介事だ、かくまれてる。え、本当だ、あいつらみんなこっちを見てる。ああこの間やり合ったな。あれもバラクーダか。違います、あいつらは多分頑丈です。頑丈？春日さんは知らないですよね、中華マフィアですよ。バラクーダとはよく縄張り争いをしていたはずです。バラクーダに中華マフィアか、意外とハワイも物騒だな。近づいてきた、ざっと20人ってところ。何の用ですかね。さあな、ただ俺らを逃がす気はないし、包囲網を整えてから距離を詰めてきて計画づくってわけだ。春日一番一緒に来てもらうぞ。他の奴らに用はない。のけ者とは釣れねえじゃねえか。この女を探してる。だからその息子を捕まえて女を誘い出す餌にする。それ茜さん、こいつらも茜さんを。なんだよ、どうなってんだ。はあ、まずはこいつらか。ん、今すぐ黙って消えれば見逃してやる。最後の警告だ。準備はできてるな春日、分かっちゃいたろうがやるしかねえ。ええ、毎度のことです、やってやりますとも。别想活着回去。かかってきやがる。私の出番ね。俺もやれるぜ。相手してやる。ガツンと行くぜ。行くぜ行くぜ。相手してあげる。相手してやる。いつも会えば。何？来ない。どうした？行くぜ。俺の番か。しらいつでもどうぞ。悪く思うな。全力で行くよ。
いつは重いぞ。ぶちかます。受けてみな。相手してあげる。ビビ調子がいいぜ。もらった。相手してやる。全力でいくよ。俺の番か。ガンガン行くぜ。この調子で勝利。お前らが茜さんを追う理由は何だ。彼女を見つけてどうする気だ。そう、組織の命令で追ってるだけだ。理由なんて知らねえ。だがお前がどうなるかは知ってる。ああ。どこに逃げようが、どこに隠れようが、必ず見つけ出して切り刻んでめった切りに。無駄口聞いてる暇はないんだぞ、春日。どう見たってただの下っ端だろ。何の情報も持ってねえ。こいつらの仲間が来たら厄介だ。さっさと行くぞ。巻き込んじまって悪いが、エイちゃん。この状況で一人になるのは危険だ。しばらく俺らと一緒にいてくれるか。ええ、すみません。ご厄介になります。まずは俺の部屋まで戻るぞ。タクシーを拾う。じゃあ。ありがとよ。いいコンディションだ。アロハ。Thank you.あの、そうだな。わかりました。待って、一番。ん？頑丈の次は病か。ここのアジトはバレたと考えるべきだな。春日さん、後ろからも。お初にお目にかかります。手前小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な縁持ちまして、生き別れの母のため。ハワイ、エンジョイしてんな。けどまあ、そんなことはどうでもいい。俺の目的はそっちの男だ。お会いできて光栄だ、桐生一馬さん。桐生、誰の子？
嘘が下手なのも噂通りだ。ありがとうよ。今ので確信できた。あんたは本物の桐生一馬だ。嘘が下手ってのは俺も同意です。これでも上達した方なんだがな。あんたが早々死ぬわけがねえとは思っていたが、こんなとこでお会いするとは思わなかった。桐生一馬の首、ヤクザにとってこれ以上の勲章はねえ。令和の時代に戦国武将みたいなことを言えば、それは誰にだって死は訪れる。ああ、あんたにはそれが今から訪れる。楽しませてくれよ、桐生一馬。中井純一、さっさと始めようぜ。堂島の竜と一戦やれるか、願ったり叶ったりだぜ。ビビってんのか。行くぜ。どれ、来やがれ。何、来ない。こいつは重いぞ。ほら来いよ。もう終わりかい。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。いい風吹いてんな。行くぜ行くぜ行くぜ。どうした飽きちまったよ。何やんのか。調子いいね。おりゃ全力で行くよ。俺の番か。星の野郎が調子がいいぜ。もらった。やめろ。へばってんじゃねえよ。ぶちかまっ。任せといて。ほら来いよ。決めに行くよ。うっしゃ。踊ってくださる？喜んで。泣いてしてやる。やばい野郎。キリンさんしか目に見えてないみたいですね。まったく。もの。おおよ。この拳。受けてみやがれ。もう終わりか。いつでもどうぞ。ほらよ。すまねえ。行くぜ行くぜ。あれやるぞ。オッケー。ぼっとしてっと。怪我するぜ。まだだ。もっと俺を楽しませてくれよ。いつでもいいぜ。覚悟。手加減はなしだ。悪く思うなよ。はい、始まりだ。調子だぜ。吸収が早いのよね。まだ強くなれるとは。また強くなっちまった。さすがは伝説の極道だと言いたかったんだがな。やり合って逆に確信が揺らいじまった。お前本当に桐生一馬か。これがあの堂島の竜。
あまりに張り合いがねえ。それとも噂が膨らみすぎた口か。誤解が解けたようで何よりだ。嘘が下手なのは確かなんだがな。山井さんよ、もう富澤には手出すな。こいつは俺らの仲間だ。もうそっちには戻らねえよ。ああ誰だそいつ。な、興味のねえことはすぐ忘れるたちでな。俺が今興味あんのは桐生一馬だ。あんただけだ。偽物かもしれねえけどな。とはいえ今日はもう飽きた。また今度やろうや。そん時は本調子でいてくれ。じゃあお大事に。見逃してくれたってこと？みたいだな。病の野郎は桐生さんしか眼中にないから。ねえ、私たちこのまま桐生さんの部屋に行っても大丈夫なの？いや、こりゃもう場所を変えた方がいいな。どこかホテル探す？いや、多分今頃バラクーダも頑丈も目光らせてる。狭いハワイだ。少なくともまともなホテルで安全は保証できない。でもじゃあどこに行けばいいの？大道ジッパのセーフハウスがある。いざって時のとっておきらしい。いいんですか？そんなとこに俺らが行って。いいさ。あいつらは何でも極秘だなんだともったいぶるからな。本当にとっておきの場所なら俺には教えねえさ。行こう。すんません、桐生さんにおんぶに抱っこになっちまって。いずれ返してもらうさ。さあ行くぞ。セーフハウスってここなの？桐生さん。ああ、中は案外広い。この人数で押しかけても大丈夫だ。この辺だけ開発されずに残っちまったようなアパートですかね。一派の人間が何人か詰めてる。別に感じのいい奴らじゃねえが、俺は一応信用してる。わかりました。そちらが春日一番さんですね。どうかな。銃を向けてくる相手には素直に話せねえな。まあいいでしょう。どうせハワイでの我々は人でもなくほとんど無力です。春日さんの協力なしには仕事できませんから。変に期待されたくないので言いますが、我々はここにいるメンバーで全員です。え、これだけなんすか？たったの4人？今回の任務にあたってはアメリカ政府の目を引かずに済ませたいんですよ。彼らはハワイに常駐してますが、日本からの出向は私と桐生さんの2人だけでして。俺の上司で花輪だ。偽名だけどな。当然の備えです。無断で第三者を任務に引き入れた挙句本名を堂々と晒すとは呆れますよ。
こいつらは任務を全うするのに欠かせない奴らだ。現に茜さんの情報に一番近づいているのは俺たちなんだろ。非常に残念ですが、それは認めざるを得ません。カスが一番だ。それと富澤さんと千歳さんですね。あ、私はさっき桐生さんと会ったばかりで、三田村英二です。どうも。この場所はあなた方に提供しましょう。ただし現時点であなた方が持っている茜さんの情報は全て教えてください。彼女を見つけて安全に保護することは私たちの共通の目標です。この場を使わせてもらうんだ。そちらさんの言うことは聞かねえとな。春日さん、動画楽しく拝見しましたよ。ありがとよ。ただ押村区はハワイ中の敵にあなたの顔が売れてしまったことですね。目的の茜さんにはこれっぽっちも近づけず、あなたを追う敵だけをいたずらに増やす結果となってしまった。おっと、手厳しいな春日。そろそろ種を明かしてもいいんじゃねえか。ん？種？どういうことですか？お前、動画を撮るかどうか考えた時にバラクーダ以外のマフィアの存在を確認していただろう。あれで何か別の狙いがあることは察しがついた。それに頑丈や病がちょっかいかけてくるのも見越してた様子だったからな。え、そうだったっけか。さすが桐生さん、やっぱかなわねえな。あの動画にはもちろん茜さんから俺たちを見つけてもらう目的もある。それができればもちろんベストだ。でもそれとは別にもう一つ目的があったんだ。うん？あの動画を見て俺たちを狙い始めるやつをあぶり出すことだ。どういうことだよ。春日一番ってやつがハワイに来て生き別れの母親を探している。この情報に食いついて俺らにちょっかいかけてくるやつがいたら、そいつは結構な情報を持ってると思わねえか。あ、確かに一番の探してる生き別れの母親っていうのが今ハワイのマフィアが躍起になって探してる茜さんと同一人物だって分かってるってことだよね。なあ、さらに俺っつーまあ息子がいるってこともきっと知ってる。その二つが揃わねえと俺を付け狙う理由がねえ。結果どうなったかというと、バラクーダはトミーの脅しが効いたせいかちょっかいをかけてこなかった。病もあの動画を見てやってきたが、奴の興味は完全に桐生さん一択だった。茜さんのことなんて一切話題に出なかった。確かにな、あれが芝居とは思えねえ。そして唯一茜さんを探す手がかりとして俺にアプローチしてきたのが頑丈の連中だ。間違いねえ。あいつらは茜さんについて俺らも知らない情報を握ってる。ん？あ、そうだよ、ずっと引っかかってんだけどよ、頑丈のやつら一番が茜さんの息子だって知ってたよな。この女を探してる。だからその息子を捕まえて女を誘い出す餌にする。確かに言ってたかも。ねえ花輪さんよ、確かに当初の狙い通りあの動画が茜さんに届けば一番良かった。でも次の一手の手がかりがつかめたのは結構いい収穫なんじゃねえか。なるほど。結果としてあなたの狙いがハマったことは認めましょう。ですがこれ以上の勝手な行動はぜひ慎んでいただきたい。次から気をつけるよ。いやー、スカッとしたぜ。
なんだよ、そんな狙いがあるなら事前に言っとけよ水癖。外したら恥ずかしいからよ。こういうのは成功した時だけ言うんだよ。あ、ずるい。さてと、問題は頑丈の情報源だな。そうっすね。沢城の頭はずっと偉人町だし、俺はここにいるみんなにしか言ってねえ。もう一つ、茜さんかその周辺のルートから情報漏れしたとも考えられる。何にしても頑丈から聞き出せばはっきりするはずだ。連中の情報源が誰か知れば、それは俺らにとっても茜さんを探す手がかりになる。ってことは頑丈の奴らをとっ捕まえて聞き出せってことですね。ああ、ただし下っ端じゃなくてちゃんと情報を持っている幹部でなきゃ無意味だ。あの、幹部っていうか頑丈とつながりがあるって言われてる人はいますよ。ネハンギシってホテルのオーナーでハワイの有名人。ネハンギシ？ええ、そこのオーナーが頑丈のボスなんじゃないかってアングラサイトじゃよく聞く噂話ですね。ちょっと待ってください、画像を探してみます。これですね、ウォン島。ウォン島は世界各国の超富裕層がハワイに資産隠しをするときに重宝されているようです。そして彼がネハンギシを運営し始めた頃から頑丈も勢力を急拡大させました。ウォン島が頑丈の幹部級以上であることは確実でしょう。じゃあそのネハンギシってとこに乗り込むってわけか。無謀ですね。今言った通りネハンギシは頑丈にとってハワイの最重要拠点です。当然厳重な警備が敷かれていますし、ウォン島はドワイトよりもずっと切れ者で慎重派です。第五地区に乗り込むのとはわけが違うってことか。だがこうしている間にもハワイ中のギャングが茜さんを見つけようとしている。花輪さんよ、なんか手はねえのか、ウォン島ってやつに近づく手段は。うまくいくかどうか定かではありませんが、考えられる道筋はあります。あるんじゃねえか、もったいぶらずに最初から言えよ。言わないでいたのはそれくらい実用性の低い話だったからです。ですが状況が状況です。一応提案しましょう。ネハンギシの中にはハワイを訪れた富裕層のための裏カジノがあるともっぱらの噂です。そしてウォン島はそこで接客をしている。客としてカジノに入れればウォン島と接触できるってことね。ゴールは分かったけど、どうやって。ネハンギシのカジノの他にも頑丈はホノルルシティの各所にカジノを設けていると言われています。そこで金払いのいい乗客であることをアピールできればネハンギシへの入場が許されるかもしれない。向こうも転がり込んできた金づるをむざむざ手放すほど商売ベタではない。一軍監督に会いたきゃまずは二軍で頭角を現せってことだ。確かにハードルは高えな。それでその二軍用のカジノってのはどこにあるんだ。それがわからないのです。何？現地警察も頭を痛めているらしいのですが、カジノは開いているはずなのにその証拠を一向に抑えられていないらしいのです。どういうことだそりゃ。わかんねえけど、やるべきことははっきりしてるな。まずはそのどこにあるかわからねえ幻のカジノを探そうぜ。ま、そういうことだよね。だな。エイちゃん、おめえはどうする。私はここにいさせてもらっていいですか。その方が春日さんたちのお役に立てると思います。
多分。ええ、構いません。分かった、何かありゃすぐに連絡してくれ。ねえ、なんだ？トミー、負ける気しないよ。さて。